これも配信しています。うん、あ、通知が来た、こっちの携帯に。こんばんは、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、ここにね、出来物ができて隠そうと思ったんですけど、なんか隠したら肌に悪そうなんでここ何もしてないです。ちょっと珍しい、肌が今荒れてます。ちょうどここにね、プツってできちゃってるんですよ。ちょっと恥ずかしいんですけど、早く治すためには何もせずにって感じで、ちょっとこのままやらせてくださいすいません、ちょっと見栄えが悪くて。よろしくお願いします。そう、あの今日ね、あの皮膚科に行ってきたんですよ。皮膚科に行ってきて、ここをねちょっと治療したんです、早く治るように。だからね、何も化粧とかな、化粧とかクリームとかつけない方がいいかなと思って。ちょっとね赤くなってるけど気にしないでください。多分ね3日ぐらいで治るんで、3日ぐらいで治るから気にせずそう、気になっちゃいますよね。私も気になる、こんなところにできるなんて最悪みたいな。うん、ちょっと耐えます耐えます、触らず耐えます。暑いね、それにしても10月なのに暑いんですわ。はじめまして、こんばんは。10月1日、今日から10月です。皆様、9月ありがとうございました。10月もよろしくお願いします。10月もよろしくお願いします。もう10月。もう今年が終わります。あと3ヶ月で100日を切りました。昨日の公演、笑顔が本当に素敵でした。ありがとうございます。昨日公演行きました。Thank you! ありがとうございます。嬉しい。昨日はありがとう。こちらこそ嬉しいですね。昨日公演に来てくださった方、コメントしてくれております。ありがとうございます。明日は TIFF です。なんと現地に行くのは初めてです。去年は、愛知スカイエキスポで配信で、TIFF に参加したんですけど、今回 TIFF に参加するの、現地に行けるのは初めてなんで、すごく楽しみです。なのでちょっとこの配信が終わったら TIFF の練習をして明日に備えたいなと思います。あと3ヶ月頑張ろう、頑張りましょう。昨日の公演久しぶりに入りました。やったね。私も久しぶりにステージに立ちました。ステージで踊りましたけども、久しぶりに足がつりそうになりました。しかも両足、未来が目にしみる、でも足つるかと思いましたけど、ギリギリなところでつりかけている、つりかけてました、つりかけてて、ずっと完全につらないでくれと思いながら公演してました。はたこのサイン入り観覧車乗りたい、わー、ぜひ乗ってください。昨日書きに行きました。サイン、初めてサイン書いてきました。両足ってすごい。そうなんですよ、私も両足つることってないので、両足やばい、両足つりそうってなりましたってなってたら、みんな釣りそうだった。昨日はみんな釣りそうって言ってました。なのであのポカリスエット飲みながら公演しようって反省会でなりました。反省会でね、みんなあの体力がまだ戻ってないから、あのポカリスエットあるんですよ、劇場に水とポカリスエット置いてくださってるんですけど、あの水分だけじゃなくてポカリスエットも交互に飲むようにしようって反省会で話し合いました昨日。確かに
まあでもポカリスエットを公演中ね、あまり私も飲んでないんですよ。なぜかというと口の中がね甘ったるくなるから。みんな多分そういう理由なんですけど、でもちゃんと飲もうと思いました。薄めたりしてね、水でしっかりポカリを飲みながらしばらくは公演したいと思います。足がつらなくなるまで。こんばんみ。今日のジョンラジ聞いてくれましたか皆さん。10月初めてのジョンラジでしたが、今週もリモートから、お届けしましたね。そろそろもう緊急事態ちょっと明けたので、次来月ぐらいはいけるんじゃないかなって思いながら楽しみにしててください。そう、やっぱねリモートってね、やっぱ慣れないんですよね。まあリモートの良さってあるんですよ。すごいリモートの良さもすごいあるんですけど、なかなかね慣れない。本当にね一人部屋別室で、谷さんも私もいて、マネージャーさんですら別室で、でそこから香川とつないでやるんですけど、やっぱね二人で話してると、どっちやっぱ時差があるので、喋ってる時にかぶさってしまったり、あもうこれ話し終わったな、じゃあ次行こうってなった時に次話し出したり、いろいろね本当に大変で、でもそれもやっぱリモートあるあるで、いろいろジョンラジスタッフさんとかがね編集してくださったり、いい放送になるようにねしてくださってるので、ね、大変ですけどなんとかやっております。だから収録、香川で収録するときは次もうね本当目の前に谷さんいて、周りにスタッフさんいてって感じで、もう思いっきりねわー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 喋りたいと思います。まだ聞けてないので後で聞きます。ぜひラジコで全国どこでも聞けますので聞いてください。お便りも募集しております。たくさんお便り募集してるので読ませてください。今回はですね、醤油クランブルっていうジェラートを紹介したんですよ。醤油とイチジク、あとオリーブオイルのサブレ、あれもめっちゃ美味しかったんですよね。あれね今回谷さんがね醤油のジェラート、あれすごい気に入ってて、あれめっちゃ美味しいわって言って、終わった後も食べてて、なんかね味は美浜で食べた塩ソフトにちょっと似てるんですよ。あのしょっぱさといい甘じょっぱさが、それに似てるねって話を谷さんとしてて、あ確かにねって、これ好きな人多分多いわっていう、醤油とバニラアイスの組み合わせ珍しいですよね。私もね、私が香川にいる時はそういうスイーツあんまなかった、あんまというか見たことなかったんですけど、名古屋に来て香川に久しぶりに帰った時に、え醤油ソフトみたいな、私もびっくりしました。びっくりしたけど、まあ、だん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 それが広がってって、まあ、普通になって今香川では醤油ソフトとか醤油ジェラートって醤油系の食べ物が多くなりましたね。なのでぜひねちょっと気になるなって方食べてみてください。いちじくも美味しかった。オリーブオイルのサブレもねすごい美味しかった。うるさいな換気扇。なのでぜひぜひチェックしてみてください。あとあれルーブさんのね、なんだっけ、和三盆手巻きロールケーキ、あれめっちゃ美味しいんですよね。ファンの方がねもう早速注文したよとかさ、写真付きでリプとかしてくださるの私全部見てるんで、ちょっとねいいねはね毎回いっぱいいっぱいになっちゃうのでしてないんですけど、ちゃんと見てるんで、しっかり毎日ジョンラジチェックしてるんで、みんなありがとうございます。あの和三盆のロールケーキめっちゃ美味しいんですよ。私の母も大好きで、あの別にお祝い事とかじゃないんですけど、あの買ってきてくれてみんなで食べたりしてたので、私にとってはすごい馴染みのある味というか、もういつも通り美味しい味って感じでした。
あれはマジで美味しい。衝撃的。生クリーム私苦手ですけど食べれちゃうやつ。スポンジがねいいんですよ、和三盆のね風味のするスポンジが、あれがめっちゃ美味しいんですよね。ルーブさんのケーキもおすすめです。で今回なんかそのご紹介いつもねあのお店の紹介をするときにリモートだと直接事務所に送ってくださるんですよ、その紹介するお店の食材とかを、まあ、ジョンラジ通して送ってくださるんですけど、今回ルーブさんが紹介しない商品とか送ってきてくださってて、それがあのドーナツ、私がツイッターに上げてるあのドーナツなんですけど、それ紹介ねしなかったんですけど、よかったら食べてくださいっていうね、そういう優しさでいただいて食べました。あれもすごい美味しかった。ぜひみんなもチェックしてみてください。そう、たまに甘いもの食べたくなるんですよね。そうそう、聞き逃し配信もね1週間あるんでラジコで聞いてください。そしてジョンラジのね YouTube もあるので YouTube の方もラジオを聞いてからぜひ見てください。よろしくお願いします。明日はねティフなんです。さっきも話しましたけど明日はティフなんです。ようやくメンバーの発表されましたね。みんな心配だったよねきっと。誰が出るとか、スケジュールにティフの存在がないとかね、公式の心配だったよね。でもう YouTube 上がってます。上がってるのでぜひ聞いてみてください。こんばんは、こんばんは。香川県人としては遠くから行くべきかな。ぜひ、まあ無理にとは言わないのでこのご時世ですけど、やっぱ香川県から来られる香川県民っていうのはすごい嬉しいですね。親近感湧きますね。東京です。 TIFF の方は東京のお台場、初めて行きます。初めてじゃないや、あの昔研究生の頃にハロウィンのイベントでお台場に行かせてもらってから行ってないので2度目です。3年前までは時々行ってました。知ってますよ、私この人知ってますよ。だからぜひ来てくださいね。こんばんは、はたごんちゃん、こんばんは。浴衣のアンケートが始まりましたね。ねえ、あれはみんな楽しくね参加してくれたらいいなって思います。ぜひぜひ参加してください。こんばんみ、明日ってのトークショー行きますね。ぜひ明後日もね劇場公演ありますので、劇場公演とトークショーですね、トークショーの方ぜひお待ちしております。社長お疲れ様です。マジですか、知られてないとね。でもね、いろんなところでコメントしてくださいます。私もそういうのもねちゃんと把握してるので、755とかツイッターやインスタグラムとかしてもらえるように頑張ろうって。いつもありがとうございます。やっぱね会えないからこそさ、あのやっぱ SNS とか見てくださってる方って覚えるんですよね、自然にコメントとかしてくれる人とか、あとそれプラスコメントしましたよってトーク会とかオンラインのイベントとかでね
来てくださる方結構いらっしゃるんですよ。ショールームコメントしましたとか、そういう方もねいっぱいいるから覚えるんですよね。浴衣投票しました。ゆうきさんが浴衣美人なのもっと広まってほしい。ありがとう。今日ねツイッターじゃあインスタに、インスタ更新しようと今思ってて、そうやっとこのオフショットが載せれるんですよね。もうね本当に久しぶりに載せれる、久しぶりにインスタをちょっと開きます。でも、ね、10月に入って浴衣の写真を載せるっていうね、まあまあまあこういう人もいるでしょう。まあ、SKE のメンバーみんな多分これから載せるだろうけど、この日を待ってたみたいなね、みんなこの日はね本当に浴衣を着るって知らなくて、でこの前日当日だったっけな、美容院に行ってきたんですよ。行って前髪めっちゃ短く切っちゃって、しかもでも良かったのが髪の毛を黒髪にしたんですよ。黒髪にしたおかげで浴衣が映えたんで、そこはもう自分グッドだなと思って、やっぱ浴衣といえばね暗髪、暗い色の方がねやっぱ浴衣は映えるのでね。入賞したらも浴衣もらえる、え、それってさ、私ちょっとよく分からんないけど、ファンの方が浴衣もらえるってことで OK？ 私がその着た浴衣を自分がもらえるってこと？ちょっとあれね、どっちかは分からんかったんですよ。あ、やばい、まつげ抜けそう。これね夏になる前ぐらいに撮った写真なんですよね。まだあれでした、まだ夏じゃなかった時に撮ったんですよ。だからもう早く上げたくて、え、待って、メンバーがもらえるん？マジ？それはめっちゃ嬉しいんですけど、うわ浴衣買っちゃったよ浴衣買っちゃったんだよね。まあでも、もらえるの嬉しいな。これナンバーワン目指したいな。けど浴衣買っちゃったんだよ。この浴衣着たい。だとしたらこの浴衣トーク会で着たいんだが、けど浴衣買っちゃったんだよね最近ポチって。確かにおっさんもらえても困る確かにね、着ない人もらっても困るよね。確かにね、もしいただけたら来年も着れるしね。しかもいい浴衣だったから、しっかりした浴衣買っちゃった。あれは自分で選んだの？うん、自分、あのね、だいたい撮影のやつは基本自分では選べないです。当て込まれてます。だからメンバー同士被らないように当て込まれてて、まあ私はまだ、まあ、決める人もいるけど先輩とかで、でも私はちょっとその言えるようなまだ先輩じゃないので、だからもう当て込まれてるのを着てって感じです。だから私毎回本当に何て言うんだろう、ああいう爽やかな浴衣が多いんですよ。そういうイメージらしい爽やかな浴衣が多い。でもあの浴衣めっちゃ可愛かったからお気に入りで、青と紫と緑と白といろんな色が入ってる白い浴衣ベースに、あれ超かわいい。
今ね、インスタグラムをね、更新しようとしております。みんなインスタグラム今からね、更新するからね、よかったらいいねとかコメントとかしてくださいね。っていうわけで、インスタグラムみんな開いてください。あ、でも開けないか、今ショールームしてるから開けないか、みんな ようやくね、インスタの写真がね潤ってきたのでね、更新します。久しぶりに行きます。それではインスタ、今日のインスタ更新、あ、新インスタ更新しました。みんな見てね。あ、来た、上がった上がった。あ、ちょっと待って、歯白、ハベにしてないかな、ちょっと心配。うわ、ちゃんと見とけばよかった、ハベにしてそう。あ、してないや、よかった。インスタ見たよ、インスタ見たよじゃない、インスタ更新したよ。すごい、ちょうど半年前の高畑って感じ。ちょっと幼くない、前髪切って暗くして。ちょっと幼めの私ですね。どうどうみんな感想、感想をショールームだったりインスタで聞かせてください。お、コメント嬉しい、とってもお似合いですね、浴衣かわいい、えーってなっちゃってる、ウレピオス、ウレピオス、あら、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。よかった、今インスタ更新したんでね、見てね。この写真もらえるん？あ、この浴衣もらえるん？え、そう、この浴衣もらえるらしいね。私もさっき知って、さっきツイート見て知って、この SKU ファミリーのツイートをね、え、これ浴衣もらえるって思って、え、もらえるって思って、そう、もらえるんならさ、嬉しいよね、あの可愛い浴衣。けど私はすっかりね、ファンの方がもらえるって思ってて、違うらしい、私がもらえるらしいファンの皆さんには何のあれもないけどいいことないかもしれないけど、私がもらえるらしいです もらえるもんはもらっときましょうでも可愛いからね、いただきたいですね、もらえるもんなら。コメントみんなありがとうございます。こんばんは、投票した、ありがとう。18ぐらいに見えるね、私もなんか26には見えんな、あの浴衣ちょっとね、幼くなりましたね、あの時は。もしファンの人がもらえるなら、はたまるの女性ファンに、あー、そうですね、女性、私の女性のファンの方にも来てほしいですね。確かに、あ、浴衣似合う人ばっかりだから絶対に似合うと思う。それは多分みんな可愛いってなると思いますよ。それ着てトーク会に来てほしいです。ね、爽やかで可愛いですよね。
お化粧と浴衣マッチして素敵。本当嬉しい、ありがとうございます。無防備な色気、野焼きの里加穂に言われたんでね、無防備な色気。ちょっと一瞬待ってくださいね、一瞬失礼します、一瞬失礼。はい、ただいま、はい、ただいま、はい、ただいまモス。こんばんは。無防備ね、無防備。女性ファンの多いイメージ、多いんですかね。多い方ではないかもしれないですけど、でも女性のファンの方もいらっしゃいますよ。貴重な女性のファンの方です、高畑の。洋服かわいい、ありがとう。服かわいい、ありがとう。これかわいいよね。あんまでも着てないんだよね、着ようと思って今日着ましたね、寒くなる前に。お腹すいたわ、お腹すいた。服が似合う、ありがとう。今日は本当にでもあんまメイクもしてないから、服に着さされてる、服に着さされてる服に着さされてる、服に着さされてるか。白のレースタイプのスカートって気を使わない？あー、使いますね。白いお洋服は確かに可愛くてよく着ますけども、よくご飯食べるときとかめっちゃ注意しながら食べてますね。こんばんは。そう、すっかり秋、もう秋服？言うてでも秋服秋、この前カーディガンを着てたんですけど、さすがにまだ暑くてカーディガンも脱ぎましたね。脱いで手で持って帰るっていうめっちゃ無駄なことをしてしまった。まだ暑いんですよね。言うて秋服だけどまだ暑い。今日は頑張って早く寝ないとな、明日超早いから。最近でもいつも9時、最近は9時に寝てたんですけど、最近の最近まで9時に寝てたけど、最近は12時前に寝るようになって、12時前に寝るようになったんで、ちょっとまあこれぐらいがちょうどいいなんて自分の中でも。9時に寝るとマジで置いてかれる、ツイッターとかインスタグラムとか SNS に置いてかれます。情報が遅くなるっていうことよくありました。朝にチェックするんですけど SNS、 朝だと遅い時もある。あと LINE 漫画をいつも見れない、忘れちゃう。あんだけ楽しみにしてた LINE 漫画を早く寝すぎて、あれいつ更新だったっけみたいな感じで見れなくなる。明日はティフ頑張って頑張ります。あ、そうそう、これ平均で着てる服なんですよ。ちょうど今ちょうど平均、今日ね更新されますされてますけど、そうこれ平均で着た服なんですわ。そう、さすがよく気づいてくれました。平均のワンピース
そうそうそう、その収録の時来たんですよね。今何時？お、もう9時6分。そろそろ練習して寝ないといけないね。あ、これ今回ツイッターにあれできてなかった、連動できてなかったやんけ。ツイッターに連動できてなかったよ。インスタありがとう、いっぱいコメント。浴衣美人ですね、お疲れ様です、似合ってます、ありがとうございます。お、いっぱいコメントが、嬉しい、あざす、あざまる、あざまるとか言う人いる？あんまもう見かけないですよね、そういう若い言葉を。よし、そろそろ配信を終わりにしましょうかね。そろそろ終わりにしましょう。いいね、クマさん。なに？これどうやってリールやるん？私もこれやりたい、クマさんみたいなやつ。ありやな、ちょっとクマさんに言おう。これ私も真似させてくださいつって。来週は、そうですね、来週は現地でトーク会があります。ピース、来週から始まりますが、皆さんまだね、あの応募は、来週のやつは終わったけど、その次その次その次とまだ応募はねこれからあるので、ぜひぜひ、遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、スクショタイム、ちょっとね鼻の下に出来物できちゃって嫌なんですけど、これで、これでどう？なんか今日は漏れないな。いきます。こんな感じで どうでしょう、みんな。今週もお疲れ様でした。来週も頑張って、お仕事学校行きましょう。というわけで、みんな、緊急事態明けましたけども、しっかりとまだまだね、油断せずに楽しく過ごしていきましょう。ほな、また来週の金曜日にお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね、おやすみなさい。インスタもありがとうございました。
どうやって消すんだっけ。消し方が消すところがないぞ。なんで、ちょっと待ってくださいね。消すとこ行方不明。ああった、こうするとあったあった出てきた出てきた。